野草曲第13番波炭調作品48から1はフレデリック・ショパンが1841年作曲し、翌1842年に出版したピアノのための野草曲。ショパンの演熟期の作品でジョルジュ・サンドとのノアンでの生活のうちに作られており、心身が充実していた時期のものである。冒頭部分波炭調レント、連4分の4拍子。 三部形式。左手と右手の掛け合いで主題が現れる。鋭い普天リズムであり、レントの表示にもかかわらず、緊張感がある。この主題は後半で再び使われる。モルトピュー、レント中間部はコラール風。音域が広く波長調で安らかな部分。手のひらの小さい演奏者の場合はアルペッチョで演奏されるが、最後には三連符でユニゾンになって、次に接続される。 ドッピオモビメント左手、右手中西部の三連符に乗って冒頭の主題が再現される。劇的な部分で芸術作品としてのノクターンに仕上がっている。ドッピオモビメントとは2倍の速さでという意味の発想標語である。この場合は曲の開始から中間部終了までのテンポの2倍の速さにするという意味になる。ほぼ倍速のテンポを要求するほど、 この三部形式の再現部は興奮した激しさのうちに進んでいく。この曲はショパンの創作中期の作品で劇的な華やかさと男性的なたくましさを伴うことから演奏会に取り上げられる回数が多い。ありがとうございます。